次は何して遊ぶ？何でもいい。元気ないな。どうしたんだ？何でもない。変なやつ。そうだ、砂場で遊ぼうぜ。いいよ。山を作ってトンネル掘ろう。いいよ。お前本当に元気ないな。お腹でも痛いのか？痛くないよ。あ、ほらもっと高くしなくちゃ。山ができたよ。元気がないのはお祝いしないからか？そんなことない。山は壊すぞ。せっかく作ったのに。いいから壊すの。壊してどうするの？ケーキ好きか？うん、好き。よし、ケーキを作るぞ。どうやって作るの？バッカだな。砂で作るに決まってるだろ。へえ。やったことないのか？砂場初めてだ。そっか、なら俺が教えてやるぞ。うん。こうやって砂を集めるんだ。これじゃ食べられないよ。仕方ないだろ、砂なんだから。そっか。俺の家に来るか？え？タケル？タケル、起きるのだ。タケル、起きるのだ。これ以上寝ていては遅刻するぞ。タケル様、制服はこちらでございますよ。これ、何をしている？手が滑っちゃいました。お怪我はありませんか、タケル様？異次元サウンドですよ。誰も玄関扉に細工なんかしてないですよ。ご飯の準備ができましたよ。だそうだ。行こう、タケル。まだ来ていないな。そらしたわけではない。鏡には何もしていないぞ。本当だ。とにかく下へ。タケルちゃんひどいよ。いくら叫んでも全然気づいてくれないんだもん。外でずっと呼んでたんだよ。あったらそうしてたよ。扉が変わっちゃったの。そらしたわけではない。鏡には何もしていないと申したであろう。うん、ちょっとした改造。現在我が財閥の関連企業で研究開発中の音、衝撃を吸収してしまう新素材を使ってな。まだまだ防音効果が薄いということが証明された。窓ガラスだって割れないんだよ。当然だ。だがこれで分かったか？私は鏡に何もしていない。そう褒めるな。今さら言うことでもあるまい。不公平だよ。三剣さんが三剣さんらしくしたら私何もできなくなっちゃうじゃん。私は鏡の訪問を断ったつもりはない。家主のタケルが訪問に気づかなかっただけだ。きっとない。ん？無論つくよみだ。はーい、みんな席に着きなさい。さて、月曜日一発目が私の物理っていうのも何かの因果かしらね。ごくごく一部の人間を絶望のどん底に叩き落としてあげるわ。テストを返します。
名前を呼ばれた人は前に出てきなさい。田中、山口、大西で、鎧。うわうわ最悪。どう？シーロキ。こいつらの顔をよーく覚えなさい。今回のテストでこいつらが最も頑張ったんだから。特に鎧なんて3桁叩き出しちゃったわよ。わかる？100点満点で3桁。偉いわね。頭撫でてあげるわ。ところであんた、佐渡島に恨みでもあるの？とにかく、はい、拍手。で、白がね、あんたは昼休み物理準備室来なさい。ほんと。他に名前呼んだ？ああ、タケルちゃんろくにテスト勉強しなかったから。自業自得というものだな。これが絶望に打ちひしがれた男の顔よ。みんな、よく覚えておきなさい。仲間思いのいいクラスメートね。それにしても呼ばれたのがタケルちゃんだけなんてよっぽどひどかったんだね。もしかして0点とか？うそ、信じられない。何事も中途半端なことは良くないとは言うが。来年のクラスでも監督。千鶴ちゃんなんて100点だよ。言わないでよ。レイヤちゃんも一個間違っただけだしね。こんな感じ。お料理作りながらで成績悪かったら何言われるか分かんないもんね。見るとショック受けるよ。まあね。タケル、そんなに気を落としちゃダメだよ。だからこその100点って気はするけどね。人間、追い詰められると怖いよね。そろそろ行った方がいいんじゃないかな。そうね、たっぷり絞られていらっしゃい。せっかく作ったお弁当が。まったくだ。ん？あれれれ？どうしたの？二人とも。お金はいつまでもあるもんじゃないよ。贅沢は敵なんだから。食事は人の生命に関わる。節制するべきは他にあるのだ。三つるぎさんの基準に合わせてたらタケルちゃんおかしくなっちゃうよ。男子たるもの現状に甘えてはいけない。好奇心旺盛なタケルを鏡は縛るのか？ちょっとどうしたの？二人とも。この前までお弁当箱二つ並べてたのに。全面戦争勃発。所詮平和って儚いんだよ。立ちはだかる者には全力で対峙するのが三剣の作法だ。何バカなこと言ってるの。
ちょっとちょっと、タケルさん。何言ってるのかわかんないよ。ああ、ちょっと収集つけてからにしてちょうだいよ。歓迎するわよ。あら、どうしたの白金くん。物理の試験で0点取ったのよ。本当に？嘘よ。なんてね。本当に頭悪いわね。白金くん、それは普通の先生に言うことよ。そんなこと言ってると本当に0点にするわよ。まあコーヒーでも飲みなさい。ところで白金、あんたバカよね。間違ったわ、バカなこと好きよね。同志を6人調達しなさい。温泉に行かない？あのね、実は昨日商店街の福引きで温泉旅行を当てたの。ほんと、これでマリモが彼氏に振られずにラブラブだったら私行けなくなるところだったわ。でもね、ちょっと聞いてよ白がね、マリモのやつ私を脅すのよ。は？教師のくせにひどいと思わない？とにかく白金をどうしても連れてけって言うのよ、私のおごりで。はあ？マリモがね、いい加減に教師と教え子の関係を超えたいって言うから、卒業まで待てないって言うから協力してやることにしたんだけどね。ちょっとゆう子、バカなこと言ってるんじゃないわよ。あのね、本当はね、ゆう子が行きたがってるの、みんなで。予想はついてるでしょ。あんな二人で温泉行って何が楽しいの？だったらうちの露天風呂の方がマシよ。彼女の家はすごいのよ。だいたいマリモとなんて毎日顔を合わせてるのにわざわざ温泉行ったってつまらないじゃない。あら、だったら向こうで好みの男性でも探してみれば。そんなところで調達してるからあんたはすぐ振られるのよ。質も大したことないし。やあよ、負け犬に興味はないわ。歴史的な快挙を成し遂げた戦士たちを招待したいの。私とマリモの長い戦いの歴史であんたたちは初めてマリモに勝利をもたらしたのよ。ご褒美に全部おごってくれるってどう？一緒に。終業式のあと出発で3泊4日。くれぐれも内緒よ。本当は先生がこういう差別みたいなことしちゃいけないんだから。それもそうね。どういう意味？まあいいわ。あんたの物理の答案用紙は任務を貫通した場合にのみ返却されるからね。しっかりやりなさい。当然答案はなくなってあんたはテストを受けなかったことになるのよ。テストを受けなかったんだから0点にすらならないわ。期末すっぽかしたら卒業やばいかもね。あ、ちなみに英語も私が握ってるから、この任務がどれだけ重要か分かった？ごめんね。返事がないわね。玉虫色の返事はいらないわ。いい返事ね。頼んだわよ。もう